お疲れ様でございます。無料で稼げるかもしれないなってことで始めたゼニオ、ゼニ型ッジシステムなんですけども、一応ね、無料じゃなくて私の場合は100ドル入れてます。100ドルっていうと1万5千円ぐらいなんですけども、それを1月に入れまして、今ね、これ18ドル儲かってるわけですよ。ね、ちょびっと儲かってるでしょ ?3 千円ぐらいになるんですかね。まあこんな形で、えー、9月までやってきましてね、 まあちょびっとだけ儲かったなっていうのがあります。でもこれには元金がかかってるんですよね。で、横に並べてみてですね。はい、こちらの無料のビットコインは1円もかけてませんけども、ここにあるように2500円ぐらい儲かってるんですよ。だから、こっちと今ね、言ってみればトントンなんですよ。でもゼニオは元金入れてますんで、今、リスクが15000円分私はあるって感じです。作業はないですけどもね。 で、こっちは、本当に1日にコンマ数秒の作業はあるんですけども、金銭的なリスクがないんですよ。うん、で、ちょっと今月ね、比べてみて、こっちに特化してもいいなと思ってきてるんですよ。これ、全然お金かけてないんで、これからはね、ちょっと作業してみようかと思うんですよ。どんな作業かというと、まあ、いろんなね、コマンドがここにあるんですよね。これを 一つずつ試して解説するための動画をいよいよね増やしていこうかなっていうところですそうすると私も一つ一つのコマンドについていろいろとね調べないといけないし試さないといけないでしょでお金はかけませんよでも時間的なコストがかかるわけですよでこちらの方は時間的なコストは全くかかってませんお金入れて放置なんでねただお金を入れたっていうリスクが たたった1万5000といえども、ね、存在してますんで、そう考えたらね、こちらの方の資金を、まあ、引っこ抜いて、いわゆる撤退して、こちらの方にちょっと特化してもいいかなと、もっと言うとですね、こちらの方にある118ドルを、こちらの BTC を増やすとかね、こうやってゲームがありますんで、有料のゲームとかね。 けとかねこういったのに入れるってことも考えてもいいのかな。つまり、2つのビジネスをここで統合して、どっちかに寄せていくっていうことですよね。まあ、それをしますよってわけじゃないです。そういう考え方も、ぼちぼち出てきていいのかなっていうところです。はい、まあ、あの、1年ぐらいはね、両方とも走らせてみようかなと思って、スタートしたんですけども、まだ1年にはなってませんけども、まあ、1年をざっくりとね、10ヶ月、 ぐらいで、まあ、今月あたりですか。修正する時期もあってもいいのかなっていうところなんでね。うーん、ま、あそう考えたら、こちらの、ね、ゼニオですか。こちらの、あの無料なんですけども、思ったよりも組織広がってないんですよ。<laughs> で、こちらの無料のビットコインは、一応ね、私の紹介から70人ぐらいは、 やっっててくださってるみたたいなデータが取れたんですよねこれまた後ほど解説しますけどもっていうとやっぱりね最初から最後まで無料の方が人は集まりやすいのかなとでこちらの方は人が集まれば集まるほど実はねこのビットコインの増えるペースって早いことになってるんですよでほとんど作業ないでしょそう考えていったら2つを1つにしてもいいのかなっていうふうに思いますねあとはねこういったなんですかねモッピーみたいなのも しっかりやっていったりとかね。それから、こちらの方の暗号通貨の発信もしようかなっていうところで、まあ、トクポチっていうアンケートサイトもありますけどもね、トクポチ。はい、トクポチ、ちょっと開いてみましょうか。トクポチじゃないや、ユーボイスか。ユーボイスです。こちらの方も、だいたい、えっ、ー、と、2000円分ぐらい貯まってますからね。<laughs> だから、こうやってね、ほんと地道にやってるやつでも合わせると、まあまあの金額になるわけですよ。 で、これをバカにせずにやってるかどうかがネットビジネスで稼げてない人とはっきり稼げてる人の差になってきます。もちろん私はこういうのがね、軸ではないですよ。ただ、まだ何一つ稼げてない人に実際に稼げるっていう風うな足跡を残せるのはこういった完全無料で少しずつでも増えるやつから始めることだと思います。やっぱこう動画のネタにもなりますしね。はい。まあ、ということで今回はちょっとした お知らせでございましたまだまだね今までのペースでやっていこうと思いますけども今月9月になったところでまあちょっとね2個13個1にしてもいいかなと思っているところでございますそれでは皆さんリスクなき投資行動これをねやっていきましょうね